ウドバイヤーは、東ドイツの陸上競技選手である、ブランデンブルク中央大コールシュプレー軍、アイゼンヒュッテンシュタット出身。バイヤーは、無名ながら、初めて出場した1976年、モントリオールオリンピック男子砲丸投げにおいて、世界記録保持者であるソ連のアレクサンドル・バリシニコフラ、多くの競合選手を抑え、金メダルを獲得した。 1978年はバイヤーにとって飛躍の年となる。バリシニコフの世界記録を破り、彼にとって初めてとなる 22m15 の世界新記録を樹立したのをはじめ、この年の世界の上位11投敵は彼の記録で占められ、プラハで開催されたヨーロッパ陸上選手権も 21m08 の記録で制した。1980年も投敵はさえ、 この年の世界の上位五島敵は彼の記録で占められ1980年モスクワオリンピックでも容易に金メダルを獲得するかと思われた。しかし背筋痛のため力を発揮できず銅メダルに終わった。1983年にバイヤーは自身が持っていた世界記録を5年ぶりに更新する22メートル22の記録を樹立した。しかし、 ヘルシンキで開催された第一回世界陸上選手権では右太ももの故障により6位という結果に終わる。1984年にはこの年の世界の上位3等的の記録は彼の記録であった。しかし1984年ロサンゼルスオリンピックには東側諸国のボイコットにより出場できなかった。1985年頃から 同じ東ドイツのウルフ・ティンマーマンらの台頭により次第に力が衰えてくる。この年、バイヤーが持っていた世界記録はティンマーマンによって破られている。1986年には前年奪われた世界記録を奪い返す22メートル64の世界新記録を樹立している。しかし、同年のヨーロッパ選手権では3位という結果に終わっている。 その後も競技を続けたバイヤーであるが、九百八十八年、ソウルオリンピックでは四位に終わり、一度は現役を引退した。しかし、九百九十年に復帰し、九百九十二年、バルセロナオリンピックに出場しているが、決勝進出を逃している。また、実枚のギセラバイヤーも、東ドイツの円盤投げの代表選手であり、当時の東ドイツでは、珍しい。 兄弟の国家代表選手でもあった。2013年、バイヤーはザロー・ウルフというドキュメンタリー映画内で過去のドーピングを認めた。この映画はベルリン国際映画祭にて公開された。ありがとうございます。